30日午後6時半ごろ各務原市中楠木町の住宅で近所に住む女性からバチバチと音が聞こえて確認したら炎が見えたと消防に通報がありました消防が駆けつけ火はおよそ3時間半後に消し止められましたが木造2階建て住宅のおよそ104平方メートルが燃えたほかカーポートの一部も燃えましたけが人はいませんでしたが 警察によりますと現在この家には人は住んでおらず空き家だということです現場に火の気がないことなどから警察は放火の可能性もあるとみて出火の原因を調べています